ハンダリング。灰色の皮膚に覆われた要足歩行の巨人です。人間に対してそれほど攻撃的ではなく、破壊活動を行うこともありません。首から生えている巻きひげを使って、人間をつかみ上げ、その価値に応じて救済します。ロードキル。鳥のような頭と人間のような骨で構成された生物です。道路を走行中に動物を引いてしまった人をターゲットにし、その前に出現します。遭遇した場合、直接的、間接的にかかわらず事故に遭います。 ブリッジワーム、橋の下に隠れている、全長10メートルの白く長いクリーチャーです。獲物をおびき寄せるために、肉のフラップを使用して親しみやすい顔に偽装しています。獲物が接近すると本当の顔を表し、噛みついてむさぼり食います。フレッシュ。人間のような頭部をしている、大きくて肉のような質感をしたクリーチャーです。骨が存在しないようであり、手足は自分の体を抱きかかえるように巻きついています。口は無限に広がる空洞からなり、叫び声が鳴り続けています。 ヘッドライト。頭が内灯になっている人型のクリーチャーです。ライトは激しく点滅しており、死にすると一時的に目が見えなくなったり、最悪の場合失明します。また、特殊な香りを発しているため、夜に虫がたかることはありません。ベルリンガー。頭部がベルになっている人型のクリーチャーです。首からハンマーが突き出しており、関節のように動かすことで音を発します。子供が嫌いなようであり、放棄された高校に出現しては、近寄ってきた子供を食い散らかしています。 ロングホース。馬のような頭蓋骨と長い体を持ったクリーチャーです。重力を無視して浮いており、体を変形させたり、関節を増やしたりできます。人間を守護しており、将来起こる災害を予知し警告しています。リンゴなどのおやつが好きです。ベイビー。赤子の顔と筋肉が露出した四つ足を持つ実態です。地下室に隠れ潜んでおり、赤子のような鳴き声を上げることで人間を引き寄せます。そして、誘い込まれた人間を鋭い爪を使って切り裂き、捕食します。 チキンゴースト、ニワトリの胎児のような頭部を持った人型です。家畜の鳥を屠殺したり、食べたりする人間に敵意を持っており、その人間に対して攻撃を仕掛けます。出現した場所の近くにいるニワトリたちは、一斉に歌い始め、礼拝します。カートゥーンドッグ、漫画の犬のような顔をしたクリーチャーです。廃墟と化した地下室に住んでおり、そこに来た人間を襲い、頭部を食べます。ラバーホースアニメーションのように動くことが可能であり、手足を伸ばしたり、物理法則を無視したりできます。